はじめまして、しまこです。皆さん、環境のこと考えてますか？ちょっと前の話なんですけど、仕事でね、環境系のセミナーに行ったんですよ。日曜日の午後に、なんとか会館みたいなところで、大学の教授とか来て、難しい数字の話とかするんですよ。パワーポイントで。その日は参加費無料のセミナーだったんだけど、お客さんも結構入ってて、せっかくの日曜の午後にね、こんな小難しい話を進んで聞きに来るなんて、ガチの意識高い人じゃん。素直にすごいなと思ったんですよ。最後の質問コーナーで、年配の女性が手を挙げて、環境に負荷をかけないようにもっと頑張りたいっていう気持ちはあるんですけど、いつもゴミの分別とかちゃんとして、電気もまめに消したりしてるんですけど、これ以上何をどうすればいいのかわからないなって思うことがあるんですっていうわけですよ。まあ確かにと思って、その人の方を見たらね、足元にね、買い物帰りだったのかな。トイレットペーパー置いてあったんですよ。ガチの意識高い人が買ってるやつだからさ、すごい環境にいいやつなんだろうなと思って。で、後日、そのトイレットペーパーをスーパーで見つけたんですよ。で、ひっくり返して商品説明みたいなのを見てみたら、バージンパルプ使用って書いてあって、バージンってもう今寒いおじさんと紙業界しか使わない単語ですよね。まあ、それはいいんですけど、普通に環境にいいやつじゃなかった。いや、環境に悪いとも書いてないんだけど、意識高いおばちゃん、環境にいいことしたいって言ってる割に、再生紙の買ってないじゃん、地なのと思っちゃった。でもそれでいろいろ考えたんですよね。私だって買い物するときに環境問題のことまで考えてますかって言われると全然考えてないのよ。しょうがないよね。あんなに意識高い人たちでさえそうなんだから、私みたいな雑に生きてるレッサーパンダがそこまで考えるわけない。ただ雑には生きてるけど、自分が死んだ後なら地球がどうなってもいいって考えてるほど刹那的でもなくて、確かにね、なんか環境にいいことできるならしたいなって思ったんですよ。で、ああそうか、買い物も環境問題に直結するんだ。これからは環境に配慮した商品を買おうってなったんですが、売ってないもんだね、なかなか。そこで初めてね、バージンパルプのトイレットペーパーを買ってたおばちゃんが、どうして再生紙のを買わなかったのかを知ったんですよ。売ってないからです。いや、本当は売ってないこともないんだけど、お店のね、トイレットペーパー売り場の目立たないところに、ちょっとだけ置いてあるぐらいなのよ。私もね、何も考えずに買ってた頃は、やっぱり一番目立つところに置いてある、今週のお買い得品みたいなところから、一番安いやつ買ってました。環境問題って真面目に考えていくと、経済成長問題とどうしてもぶつかるじゃないですか。貧困と温暖化どっちを取るのかとか、問題が複雑すぎて突き詰めると文明終わったりってなるんですよ。私自身は SDGs とか CO2 何年までに何パーセント削減みたいなのってぶっちゃけ難しいんじゃないかなと思ってます。ただ、目指さなきゃ絶対そこにはたどり着けないんですよ。綺麗事でも。やらないよりやった方がいい。何々のリサイクルはしない方が本当は環境にいいとかいう専門家みたいな人もたまにいるんですけど、温暖化を阻止できた人類まだいないから、何が正解なのか、今やってることが合ってるのか、本当は誰もわかんないはずなんですよね。それはその人の中では正解なのかもしれないけど、本当に合ってるかどうかは誰にもわからないじゃん。だからどんなことでも自分がやった方がいいのかなって思ったことをやっていくのが今のところの正解なんじゃないかなと私は思ってます。で、どうせ環境にいい商品を調べて探して買って使ってみるんだから、一人でへーって終わらすのもったいないじゃん。だからね、YouTube もやらないよりやった方がいいのかなって思って今こうやって喋ってます。はい、猫も入ってきちゃって前置きが長くなったのでふふふ。第1回はやっぱりこれですよね。丸富製紙株式会社ペンギン超ロング5倍巻きシングル4ロールです。猫は気にしないでください。購入時価格は税込み525円。再生紙 100% 使用で、スーパーやホームセンターで売ってる確率高いのがこれです。再生紙配合って書いてあるやつは、パーセンテージが書いてないから基本的には私は選ばないです。
5% とかしか入ってないのに再生紙しようって言われても私は納得できないので、わかりやすく 100% のやつしか見ません。そうするとね、分母が超少なくなる。売り場に立って見渡してこれだけってことよくあります。ペンギンさんありがとう。4人家族で1ヶ月に必要なトイレットペーパーは 960m です。これは数字に弱い雑なレッサーパンダが Google で調べた結果なので合ってます。多分ね、 960m ってことはこれ1パック買えば4人家族の1ヶ月分だから重いのよ。ずっしりずっしりですよ。どうした、喧嘩やめて、喧嘩やめて、やめなさい。公式ページで見ると1680g。車で買いに行ける人はいいけどさ、歩きで買いに行く人はこの 1.7 キロを片手の2本の指で支えなきゃいけないのよ。上のとこ痛いんだから、指の色変わっちゃうんだから、もうみんな買ってきてくれた人にね感謝しなさい。パッケージはもうね、どれが商品名だかわからないぐらいいっぱい書いてあるんだよね。備蓄用にって書いてあるけど、コロナの初めの方でトイレットペーパーが街から消えた時あったじゃないですか。備蓄用本当におすすめです。裏のここだけ見てください。 FSC 認証マークっていうのがついてるんですけど、左上に小さい三角のメビウスループが見えますか。三角の下にものすごく小さく 100% って書いてあるんですけど、これは古紙の配合率です。環境ラベルについてはまた詳しくやりたいなと思うんですが、 FSC マークって基本的には適切に管理された森林の木材を使ってれば入れられるので、バージンパルプのトイレットペーパーにもついてるやつがあるんです。でも少しでもバージンパルプを使ってるとこの左上のメビウスマークは入れられないみたいなので、商品選びの時はここ小さいけど必ずチェックします。では開けてみます。やっぱりね、環境にいい商品作ってる会社は儲かってほしい。儲かってもっといい品質の再生紙とかを開発して、再生紙のトイレットペーパーでお尻拭くと痛いとかね言われないぐらいになればみんなもっと使うと思うんだよね。でも日本の再生紙トイレットペーパーって海外のとかと比べると本当にクオリティ高いからね。海外のなんかコピー用紙揉み込んだのってぐらい硬いから。日本人はお尻を甘やかしすぎ。そのうち医師の処方箋がないとお尻に優しいトイレットペーパーが買えなくなればいいんだよ。この人は痔ですって証明書発行してもらえばいい。触ってみるともうぎっちり感がすごいんですよ。歪まないのがわかりますかね。別にこれ私手加減してるわけじゃなくて結構力入れてますからね。これで 250m。 比較して申し訳ないんですが、こちらがメーカー名は伏せさせてもらいますが、一般的なバージンパルプで作ったトイレットペーパーです。もちろんシングルで70m ぐらいかな、75m かな。で、芯があります。柔らかいんですよ。急に怪力になったわけじゃなくてね。ふわふわに巻いてあるんだよね。直径はそんなに変わらないんだけど、こっちがバージンパルプ、こっちがペンギンね。ちょっとペンギンのが大きいかなぐらい。高さは、ちょっとペンギンの方が幅が狭いかな。バージンパルプの方はね、エンボス加工みたいのがしてあります。で、ペンギンの方はエンボス加工はしていません。つるっとしてます。色もね、若干だけど、こうやってカメラ通してみるとわかんないかもしれないけど、バージンパルプの方がちょっと白いかな。ペンギンの方が少し灰色がかってるかもしれない。なんか黒い点みたいのがね、たまーに入ってることあるんだけど、そんなに目立たないかな。なんか、黒い点を見せたいと思って探しても、そんなない、ない。見えるか見えないかぐらいだな。気にならないです。再生紙のトイレットペーパーをトイレに流すと、
詰まりやすいみたいな都市伝説を聞いたことがあるんですけど、ないですね、一回も詰まったことは。1ヶ月に必要な量を並べて見てみました。すごいね、バージンパルプの方は13ロール必要なんですよ。960m。ペンギンの方は、あれ4つで1000メートルあるので、取り替える回数考えたらさ、すごいストレス少なくない？ペンギンの方が。うちはね、もう、私が取り替えるの超絶めんどくさいから、ペンギン一択なんだけど、芯のところもね、流せるから、まぁ、ちょっと硬いけど、掃除に使ってポイッと流しちゃってるので、芯をゴミ箱に捨てるっていう作業はないんですよね。さっき見たより、なんかペンギンと普通のやつの色の違いがわかりやすいかもしれない。お買い得品のバージンパルプの方が税込み415円だったんで、一見ペンギン高いじゃんって思うんですけど、バージンパルプの方は8ロールで415円なんですよ。1ヶ月に13ロール必要だとしたら663円になるので、結果1ヶ月あたり525円のペンギンの方が安いじゃん。もういいことしかない。買い物1回で済むし、環境にいいことできるし、交換回数少ないし、安いし。だからね、環境にいいことしたいなと思ってるけど、再生紙のトイレットペーパー買ってない人は、これからこれを買ってみてください。これは文句なく買いでございます。本日のプラスRは、リジェネレーション。再生品の使用を心がけるです。世の中には 3R の他にもたくさん R があるようなので、興味がある人は調べてみると面白いと思います。今回は丸富製紙さんのペンギンを紹介させてもらったんですが、他にもスーパーのプライベートブランドとかで再生紙 100% とか見かけることもあるし、再生紙じゃなくてバージンパルプでもね、ちゃんと管理された森林の木材を使用してますとか、最近だと竹で作りましたとかね、そういうのもあるので、今後もいろいろチェックしていきたいなと思います。いつか誰しも地になる可能性はありますから、そういう人にまで再生紙のトイレットペーパーを使えとは言わないんで、せめてその日が来るまでは、私もなるべくお尻を甘やかさずに生きていきたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。